ワクワクしようが恐れを抱こうが、無人運転車の実用化はすぐそこまで来ています。すでに公道を600万キロ以上走行しており、専門家は人の運転手としての役割はいつか完全になくなると信じています。自動運転車は人よりも早く反応し、疲れたり気が散ったりせず、飲酒運転をすることもないので、道路ははるかに安全になるはずです。しかし、これによる影響はあるでしょうか？自動運転車は渋滞をなくすことができるのでしょうか？自動運転車、小売業界をどのように変えるのでしょうか？そして、私たちの日常生活が完全に変わってしまうのはなぜでしょうか？これが、What if、もしだったら。今回は、もし自動運転車が世界を支配したら？についてご紹介します。開発者は、自動運転車は既存の自動車の全ての利点を引き継ぎつつ、自動化に伴う欠点はないと言い切ります。それに一日の大部分が自動化されることで、自分の時間が増えることを想像してみてください。しかし、私たちの経済は自動化によって、たくさんの職業が失われる状況を生き抜くことができるでしょうか。暗くて辛い話をする前に、もう少しポジティブな話をしておきましょう。自動運転車のみの道路になれば、事故による死傷者を大幅に減らすことができます。自動運転車は人間の限界を超えた知覚により、1ミリ秒以下で反応しブレーキをかけます。人間のドライバーがブレーキをかけるのにかかる平均時間よりもはるかに早いのです。自動運転車はスピード違反や友達とのレース、無茶な運転をしたり、お互いにイライラしたりすることなどはありません。基本的に自動運転車は人間の運転より優れていると言えます。人間の運転により、米国では毎年約4万人が道路で命を落としています。自動運転車の開発者は1900年以降はなかった40人まで現実的に死者数を減らすことができると信じています。さらに、自動運転車は相乗りの機会を増やし、よりスマートなルートを計算するため、渋滞は過去のものになるかもしれません。コンピューター制御の車は、数センチ間隔で複数の車の団体移動が可能なため、道路をより効率的に利用できます。より安全で迅速な移動に加え、私たちの日常生活は大きく変化します。一つは、より多くの自由時間が得られること、そして生産効率が上がる可能性があります。アメリカ人は、運転、交通渋滞、駐車場を探すことに、年間300億時間を費やしています。その時間を使って仕事をやってみてはどうでしょう。道路に集中する必要がなくなれば、通勤時間も勤務時間の一部として使わない理由はありません。大型の自動運転車であれば、移動中に運動ができるモバイルジムを開業することも可能になるかもしれません。小売サービス全般は革命の時を迎えています。電子商取引の動きはすでに買い物のあり方を変えており、自動運転車の導入により、また一歩進んだサービスの提供につながるでしょう。配達ドライバーの人件費は過去のものとなり、より多くの企業が消費者に製品を届けられるようになることでしょう。レストランも移動可能になり、街中を移動しながら食事をすることができるようになるかもしれません。企業が一箇所に集中する場所は、施設間を顧客を送迎することで得られるメリットがあるかもしれません。自動化に伴い無限の可能性が広がる一方、そこには重大な落とし穴もあります。例えば世界から多くの職業がなくなるということです。不要になった運転手はみんな失業し、無人自動車業界では新しい雇用が期待されるとしても、損失を上回ることはないでしょう。さらに自動運転車に乗るということは、これまで以上に大企業に私たちのプライベートな情報を開示することを意味します。自動運転車は安全のために、おそらく乗客と周辺情報、両方のデータを記録することになるでしょう。また映像による監視に加えて、ロボタクシーは乗客のあらゆる動きをトラッキングし、最高入札者に情報を売るために、あなたに関する細やかな情報を収集するでしょう。このような問題は、自動運転車の登場に見合うでしょうか？
空飛ぶ車で空を移動するというような道路問題を解決するよりいい方法があるかもしれませんが、それはまた別のホワットイフで。